また負けてしまったなっていうところでしょうか。うん、まあでもまあまああの、まあ結果を求めてやってるので、まあでもまあちゃんと自分の、まあっていう感じで、はい。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？いや、まあ予想してた通りですね。まあそうかなりイメージしてて、その通り結構想定の範囲内の部分はでしたね。はい。まあ強い選手だって分かってて、まあだからこそ強い自分を作ろうとしてきたし、作ってきて。リングに上がったつもりだしっていうところです。試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えてください。今後の展望を、今後の展望か、今後の展望、とりあえず消去法から言うとユーチューバーにはなりません。いや別にユーチューブやってる人批判してるわけじゃない。僕も実はスマホで撮ってノー編集のですけど、収益化までにはたどり着いてるんで、ユーチューバーの人を否定してるわけじゃないですよ。ユーチューバーはやらないと思います。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。判定は接戦でスプリットで割れたわけですけれど、はい、ライジンの判定だと、北川さんの中では、自分の方にも入ってます。そうですね、それを本当に思ってますね。まあ、割れて勝つんじゃないかぐらいに思ってましたね、正直、終わった時。マイク多分拾ったから、なんか、ツイッターで見かけたけど、フィニッシュに近かったのはこれだっていうふうには思ってますよね。だけど、まあ、負けだって言われて、まあ、公式記録で負けになって、まあ、ああやって満点かに負けだって言われるわけなので、まあ、僕の負けだっていうふうにとも思っています。他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。なければ終了になります。